カメがね、乾燥わかめ10倍増えるっていうよ。焼き跡を使ってみた。うん、美味しい。ちょっと醤油が多かったかな。うん、美味しい。今日は2人前なんで、ちょっと大きい丼使いましょう。今日は食べてみたかったわかめラーメン2人前です。醤油ラーメンで作りました。いただきます。このね、わかめラーメンとね、ごまってなんか一緒のイメージがあるんだよね。この焼肉屋さんで食べるわかめスープのイメージがあるのかな。うん、
あったかい、うまい。ちょっとスープ作った時には醤油が濃いかなと思ったけど、全然そんなことない。うん、おいしい。二人前。これうちで食べるラーメンにしちゃ最高だよね。だってさ、二人前食べて100円ぐらいだよ。おいしい。最近ね、この生麺のね、中華麺食べるようになってからカップ麺とかインスタントラーメン食べなくなった。高いんだもん、こっちの方が安いんだもん。うん、いろんなラーメン自分で作ってさ、うん、カップ麺と同じぐらいで生麺のラーメンが食べられるって最高じゃないですか。うん、チャーシューもガッドリチャーシュー、鶏の胸肉で作ったやつね。おいしい。どれどれシュープをいただきましょう。こんな感じ。意外とごま油がいいね。うん、つけ麺とかさ、汁なしの油そばとかってごま油使うんだけど、ラーメンでも美味しい。うん、もっとごま油入れてもいいかもしれない。ちょっと味変でごま油もうちょっと足していく。ごま油いっぱい足すとどうなるんだろう。うん、あ、全然大丈夫。うん、あまりね、入れすぎってことないみたい。うん、おいしい。もうちょっと出汁を入れてもよかったかな。うん、美味しい。これ気をつけないと、乾燥わかめはね、量が10倍増えるんで、入れすぎるとわかめばっかりになっちゃう。でも想像通り、わかめとごまとごま油、これ相性がいいです。美味しい。今日も満足。これチャーシューにお金かかっちゃうんだよね、結構ね。ラーメン屋さんもそうだと思うけど。おお、ごちそうさまでした。